今日もいい天気になりそうな感じですね。群島の旅3日目です。はい、本日はここどこでしょうか。はい、沖永良部島の宇治浜にいます。不思議な感じですね。ね、うん、後ろの奇岩がまるでどこかの星にいるような感じです。だね、うん、不思議な形してるよ ね。はい、ということでね、本日も沖永良部をちょっと巡ってみたいと思いますので、はい、はい、では本日も行ってみましょう。行ってきます。続いて続いて岩の浜に行きます、うん。誰もいない。岩の浜到着。うん、ここも綺麗だね。ねえ、うん、山の浜です。とっても綺麗だね。太陽がね、キラキラ輝いて水面が綺麗だよね。沖永良部こういう隠れたビーチいっぱいあるからね。ねえ、うん、もう全然今人いなくてプライベートビーチです。本当ですよ。いや、いいわここ、ね、ゆっくりのんびりできます。じゃあさらに行ってみましょう。はい、本日の朝ごはんでございます。いただきます。いただきます。美味しそうですね。いや、朝から大満足。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。買い物めっちゃしたね。はい、ティダさんでたくさん買いました。こっちはこっち、イタジャガ塩味。こっちはこっち
味はポテトビア。でこの中にもいっぱい。おしゃれなお店です。ね、可愛かったです。はい。近い。ヤンキーさん。ね、めっちゃ可愛い。可愛いね、ヤギさん。ね、じゃあね、ヤギさんバイバイ。またね。こっち向いたから。続いては？はい、続いては畑に向かってます。誰もいませんよ。誰もいません。どこ一人いない。すごい場所だ。すごいよ。すごいね。海半端なく綺麗よ。すげえ色してる。やばい、超綺麗。うわ、何これ。すごい。うわ、やば。すごくない？何この色。何なんですか、この色は。ここすごいね。半崎すごすぎる。絶景帯めちゃくちゃ綺麗だよ。めちゃくちゃ綺麗。ここの海の色は沖の色のブルー。白がすごい色だもんね。そう、そしてウミガメさんがね、たくさんいて、はいはい、息押しにね、上の方に上がってくるのを何度も見ました。息してましたよ。全然上から見えるから ね。すごいわ。すごい、魚が泳いでるのも分かるし。そしてここは夕日のスポットでもあるらしいよ。ここ綺麗だろうな。ね、いや、おすすめだね。おすすめです。いや、いい場所来た。じゃあさらに次行ってみましょう。はい、続いて、はい、まあ、心生徒さんに来ました。お、あの沖永良部といえば黒糖ですよね、うん、ちょっとお土産見てきます。はい、行ってみましょう。Just the two of us, but I know I have to try, try to let her go. めっちゃ美味しそうだね。めっちゃ美味しそう。いや、美味しいね。この餃子のお菓子。へえ。
何の意見あれるこれ優しい職の人だ優しいですねはい来ましたありがとうございますはいありがとうございました名称例オケラブめっちゃ買ったねたくさん買いました、うん、この黒糖は、はい、あのこちらで手作りしてますおタイミングが合えば、うん、あの作ってるとこ見れるそうですお母ちゃんもすげえいい感じだからね、ね、うん、試食させてもらったけどすんごい美味しかった楽しかったね、ね、そしてこれ人気みたいです糖蜜あんだぎ美味しそうそう楽しみです食べるのはい続いてはい昇竜洞に行きます昇竜洞はいここにはすごい昇竜洞を見ることができるそうですはい続いてはい、はい、昇竜洞に来ました、はい、こちらはね本当にすごいスケールの昇竜洞を見ることができるそうですよ、はい、すごいじゃあちょっと行ってみましょうかはい、はい、行ってみましょうていきます頭の上を通り越す感じがすごいねすごいよね、うん、まだまだ続いてるよ、うん、こことかも天井狭っ雪だるまみたいな違いますこれだよだるまだからだよここでラストだよここやばいここめっちゃ狭い、すごいねはい戻ってきました戻ってきました、うん、汗かいてます弾丸で行ってきましたすごかったねすごかったダイナミックで感動しましたね、うん、沖永良部島にはああいう鍾乳洞とか洞窟がね、はいはい、他にもあるみたいですよ芸術を味わいましたですねてかフェリーの時間がね迫ってるので、はい、じゃあ急いで戻りましょう戻りますはい2日間ありがとうまた来るねありがとうフェリーあけぼのが到着してますいやー出港ですよ寂しいあ沖永良部大好きいい島でしたねねあ最高でしたこの見てよこの下の水の色ねだってここの港でこの色だよねやばいよやばいっすよ、ね、さようなら沖永良部また来ますさようなら came in my life I wanna see your face never will I be ヤゴコロ製糖さんで手作りしている沖永良部伝統のお菓子やちむちです美味しそう美味しそう霧島三国牛乳とヨーグルッペですうんもち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 で黒糖の味もよくするしとっても美味しいはいということで日向メイラ徳之島に到着はい後ろにフェリーありますけどねはい、はい、先ほどスコールみたいな雨が降りましたがちょっとね雨雲ですかねはい、はい、ということでこれから徳之島巡ってみたいと思いますのではい、行ってみましょう行きまーすあ、ちょっと太陽出てきた太陽だいぶ出てきたよなんかね、走っててここはフィリピンかみたいなすごいんですよ、森が木が生い茂ってて、木がね、生き生きしてるI have to see your face again
といえば牛だよね。かわいいね。晴れました。晴れたね。ね、うん、気になる徳之島の、はいはい、あの大丸さんの人気キャラクター、はいはい、大ちゃんまりちゃんです。どこはい、稲田文岬に来ました。おこちら奄美十景の一つになっていて、はいはい、絶景が広がっているそうです。おまたあの戦艦大和の慰霊島もあるそうなので、はいはい、行ってみたいと思います。じゃあこの奥行ってみましょう。はい、はい、行ってきます。もうしっかり日は暮れましたけど、いやーすごかったね、うん、こんなに綺麗な夕日は、はいはい、なかなか見られない。ないよね。すごい感動しました。ちょっとここから離れられなかったからね。ねー、稲田文岬のこの地形もね、それを作り出しているのですが、はいはい、あの今日はやっぱね、雲がすごくね、なんか素敵だったよね。そうね、なんかあのやっぱりただなんだろう、クリアな空の夕日ってすごい綺麗だなって思ってたんだけど、うん、はいはい、そっちも綺麗なんだけど、こういう雲がある日も、うん、雲があるからこそ表情がどんどん変わっていって、空と海の、うん、すごい綺麗でした。本当一瞬一瞬違ったからね。で、感動ということでね、今日はあの沖永良部からですね、徳之島に移動してきて、はい、どっちも素晴らしかったんですけどね。ね、うん、はい、ということで明日以降もね、また徳之島を巡ってみたいと思いますので、はい、また引き続きご覧になっていただければと思います。はい、はい、ということで本日の動画はここまでしたいと思います。このチャンネルでは旅の Vlog やシネマチックムービーをアップしていますので、皆さんチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。本日の夕食はお食事どころ霧島さん、行ってみよう。パイ、めっちゃ美味しそう。とっても美味しそう。いただきます。やわらかい。こんなに美味しいんだね。トンカツ定食とハンバーグ、うい、いただきます。いただきます。とても美味しい。なんかホッとする味です。優しい味。美味しかった。ごちそうさまです。ごちそうさまです。